平野翔さん、橋本環奈さんが絶品秩父グルメを前に食欲全開。おいしい。めっちゃおいしい。いいなこれ。おいしい。すみません、僕の生き量秩父に置いていけますね。さらに、さあ森の中入ります。夏に訪れたい避暑地、軽井沢でのテイクアウトグルメ探し続編。超贅沢、絶景を前に食べまくる。あー幸せ。バナナマンのせっかくグルメ、日曜夜8時。本当にもう、せっかくなので YouTube 限定配信。オープニングトークで早速平野翔さんの天然が炸裂。あのやっぱり僕あの日村さんのロボットでこうあのそう通りかかる方々にこう話しかけていくっていうスタイルがすごく好きで、そこが結構僕やってみたいなという。はい、今日まさにそれをやっていただくことになるんです。よし。やっぱあんまりこうないじゃないですか、あの通りかかる方々に喋るタイミングというか。確かに確かに。そう、なんか僕昔渋谷でそう東京来たての頃、こんにちはって返してくれる人何人いるのかなと思ってやったことあるんですけど、マジで東京こんにちは返してくれないんで、はい、なんかこういうとこならではの、はい、方々に喋りかけていきたいなと。こんにちはって、そうですよね。まあ、一応改めて番組のルールだけ一応軽く説明させていただきますと、地元の方にせっかくこの町に来たんだから食べた方がいいおすすめグルメを紹介してもらって、実際にお店に食べに行くという、はい、まあ、こういったルールなんですけども、平野さん、このルールいかが思われますか？難しいですね。なんですか、ごめんなさい、聞いてるふりして今聞いてなかった。いや、それは聞いててくださいよ、聞いててくださいよ。お店に電話して食べるふりをして。いや、違うのよ。何でしたっけ。せっかくだからこれ食べた方がいいよって言われるものを、あ、だからおすすめを聞いてそれを食べに行くってことか。そうです。あ、じゃあシンプルっちゃシンプルですね。そう、難しくないんですよ、そんな。いや、でもやっぱ地元の人しか知らないちょっとマニアックなご飯屋さんだったりあったりするじゃないですか。確かに。そういうのちょっと楽しみですよね。はい。